コウヘイ TV 始まるよ。コウヘイです。いつもご視聴ありがとうございます。今日なんですけど、スマートキーってものすごく便利っていうのを、まだスマートキー使われたことがない方にご紹介したいと思います。これがスマートキーですね。ここに鍵穴があるんですけど、鍵を挿さなくてもエンジンがかかります。ブレーキを踏んでボタンを押します。するとエンジンがかかります。エンジンを切ります。スマートキーを鍵穴に挿します。ブレーキを踏んでボタンを押します。これでもエンジンがかかります。スマートキーを持っとけば手をかざすと鍵が開きます。ボタンがあるのでこれを押すと鍵が閉まります。スマートキーを使った場合、ここを押すと開きます。ここを押すと閉まります。ここのボタンなんですけど、トランクが開きます。長押しするとこういう感じで開きます。トランクの後ろ側にボタンがあるんで、これを押すと鍵が開きます。スマートキーは便利ですよね。荷物を持ってる時とか、鍵を出さなくても、車のロック解除ができるので、ものすごく便利だと思います。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コウヘイでした。それでは、また。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。